これは岩井さんの本当のお話、本当の家族のお話。岩井さんが10年間繰り返し上演してきた演劇、本当の家族のお話。これは本当に演劇なのでしょうか。作り物だけど作り物じゃなくて、岩井秀人ですって言っている人がどちらにも出てきて、お母さん役をやっているのはどちらもおじさんで、それがとっても愛おしくて、これは自分を知る体験ができる演劇を使った何かでした。自分の過去の話を誰かにしたくなる、よろしくお願いしますって言ったぞ、すごい何かでした。お前は何見てた。どっか飯、岩井さんはそれを全部計算して作っているんでしょうか。それにしても歌い手を殺す空気のカラオケは地獄ですよね。そして特典映像として、手夫婦同時上演の現場を追ったドキュメンタリー、ハイバイ15周年漂流記も同時に配信。みんなやるよ。